アジアアフリカ作家会議とは、アジアとアフリカの国際的な文学者の連帯組織である、英作家会議と表記されることも多い。1950年代、植民地支配から脱却しつつあった、アジアアフリカ諸国の連帯の機運が高まった。1955年には、バンドン会議が開かれ、政治的にも連帯のムードが動き出したことも、その傾向に拍車をかけた。 その中で文学者の連帯が図られた。1956年12月、インドのニューデリーで第一回アジア作家会議が開かれ、15カ国の作家が参集した。この時、次回はウズベキスタンのタシュケントで開催することを決定。その準備の段階でアフリカの文学者も参加することが決まり、1958年10月、タシュケントで 1> 第1回アジアアフリカ作家会議が開催された。この会議には35カ国からの参加があった。この会議ではコロンボに常設事務局を置くことと次の10カ国からなる常任理事国を決定した。その後、1961年3月に東京で緊急集会、1962年2月にはカイロで第2回大会が開かれた。しかし、 その頃からの中祖対立が運動に影を落とし、1964年、ジャカルタで予定されていた第3回大会を統一して、開くことは不可能になった。1966年6月に、北京で開かれた緊急集会は、反祖キャンペーンの場となり、それに対抗したグループは1966年8月、アゼルバイジャンのバクで緊急集会を開いた。 コロンボの常設事務局もカイロと北京とに分裂した。この対立は1967年3月、ベイルートで開かれた第3回大会に中国とそこを支持するグループが参加しなかったことで決定的になった。中国では当時文化大革命が進行中であり、前年10月にカイロで開かれた準備会議から欠席を続けていた。北京事務局は、 活動を停止し、その結果、中国側は、運動から脱落したような形になった。この会議では、連帯のために、雑誌、ロータスを発刊することを決めた。また、1969年からは、ロータス賞を制定した。第4回大会は1970年11月に、ニューデリーで、第5回は1973年9月に、カザフスタンのアルマータで、 第6回は1979年7月にアンゴラのルアンダで開催された。その後、1982年にベトナムのホーチミン市で、1983年に25周年、記念としてタシュケントで、1986年に北朝鮮のピョンヤンで、1988年にチュニジアのチュニスで大会が開かれている。雑誌ロータスは英語、フランス語、 アラビア語で1990年代半ばまで刊行された2013年8月、ベトナム作家会議がホスト役となって50カ国の作家が参加し、ハノイで円卓会議が開催された。アジアアフリカ作家会議を再建し、ラテンアメリカの作家も参加対象とすること、次回はイラクで開催することなどを申し合わせ、ハノイ宣言を採択した。 1> 第1回アジアアフリカ作家会議に向けて石川達蔵を委員長とするアジアアフリカ作家会議日本連絡協議会が結成され第1回大会に伊藤誠を団長野間博、加藤周一遠藤修作らが参加する代表団を送った会議後の1959年常設のアジアアフリカ作家会議日本協議会が結成され 堀田義恵が事務局長となった。東京会議にも多くの文学者が参加した。第2回の会議には、木下順次団長、堀田義恵、松本正夫、武田大順らが参加した。その後の中総対立は、日本評議会にも影響が及び、北京集会には、白石盆団長、雪茂子、下田正嗣らが参加、架空集会には、中園英介、安倍工房らが参加した。 この間、堀田は事務局長を辞任し、白石や松岡洋子たち中国支持グループは日本評議会の解散を一方的に決め、ソ連とも中国とも距離を置いていた下田正次、久保田忠氏はそれを批判する声明を出した。ベールート会議には堀田吉江、長谷川志郎たちが参加、その後の運動は長谷川たちの属する新日本文学会が中心になった。 1970年のニューデリー大会には、堀田義江団長、竹内康弘副団長として、島落としを大江健三郎らが参加した。1973年には、野間博が青年の館でロータス賞を受賞した。1974年3月、日本アジアアフリカ作家会議の準備会が結成され、参加の呼びかけが行われた。呼びかけ人には、大江健三郎、 小田み中野茂春、野間広氏、堀田芳恵たちが名を連ねた。5月25日、東京で結成総会が開かれ、野間広市議長、堀田芳恵事務局長が決まった。1979年、堀田芳恵が小屋でロータス賞を受賞した。1988年、小田みが広島でロータス賞を受賞した。日本アジアアフリカ作家会議は、 1974年に日本アラブ文化連帯会議を、1981年にアジアアフリカラテンアメリカ文化会議をそれぞれ主催し、成功させた。1983年11月より、帰還帰還し、アラを観光していたが、1990年代の国際情勢の変化の中活動が滞り、事務局長、栗原幸雄は1997年2月をもって、 同志習慣を宣言、会自体も自然消滅した。ありがとうございます。